ピーター・リーデル・ペーター・リーデルは、ドイツのグライダーパイロットで、第二次世界大戦前は、ナチスの空軍駐在部官であった。1933年に 229km の、グライダーの飛行距離記録を立てた。1977年から1985年に、かけて、ドイツのグライダーの歴史に関する著作を表した。 ザクセンアンハルト州のデイリッツで、ルター派の神父と、神学教授の母の間に生まれた。父の精神疾患のためにおじに育てられた。15歳の時に、バッサークッペでの競技会に、自作のグライダーで参加し、出場者の手助けでグライダーを完成し飛行した。その後、競技会の常連となった。グライダー好きの事前家のカール・コッツェンベルクの援助で、 ダルムシュタット工科大学に進み工学を学んだ。卒業後民間パイロットを目指したが職を見つけられず、6年間、ドイツ滑空機研究所で、バルター・ゲオルギーの下で働いた。そのままグライダー協議会に参加し、1933年に 229km の長距離飛行記録を樹立し、同年、ヒンデンブルクカップを受賞した。1934年には、ゲオルギー、 ハンナ・ライチュと共に、ブラジル、アルゼンチンを訪れ、南アメリカのグライダースポーツの普及活動を行った。1934年末、ルフトハンザのパイロットとなり、2年間、ルフトハンザのパイロットとして働いた後、2年間、コロンビア航空のパイロットとして働いた。1937年に、アメリカ合衆国の国内グライダー大会に参加した。アメリカ滞在中に、 ドイツの駐在武官からワシントンで働くことを求められ、アメリカの航空活動の情報を集める仕事をし、駐在武官となった。アメリカ合衆国が第二次世界大戦に参加すると、外交官公館でドイツに帰還し、しばらくハインケルでエンジニアとして働いた後、スウェーデンの駐在の外交官に任じられた。スウェーデンでアメリカやソビエトの新聞で、 ナチスの残虐行為を知り、アメリカの外交官と接触したことから、ベルリンに召喚されることになり、スウェーデンに潜伏した。戦後、不法滞在で検挙されたがベネズエラに亡命した。その後、カナダ、南アフリカで暮らした後、アメリカに移り、t w a パンナムのパイロットとして働いた。退職、三冠からなるドイツのグライダーの歴史の著書。 アールブとロンゲスチャイトを執筆した。ボスル直前に、自伝、ジャーマンエアーアタッシェを出版した。ありがとうございます。